こんにちは、サバンナ高橋です。僕が大好きなドラえもんと大好きな将棋を合体させちゃいました。それがこのドラえもん秘密道具将棋です。未来のワクワクする秘密道具、それが実際に将棋で使えたら名人も竜王も一撃で倒せちゃうかもしれません。そんなワクワクするゲームです。では実際に遊びながら秘密道具カードをいくつかご紹介したいと思います。対戦していただくのはエポック社の広瀬さんです。よろしくお願いします。将棋初心者ですけど頑張ります。よろしくお願いします。まず初手は、2六歩から私も同じく歩刺します。じゃあいきます。ビッグライト、まず飛車をここで竜にしてなった上でこちらに侵入させていただきます。なるほど。では私は歩をここで角を守ります。うん、じゃあ僕は1個とりあえず下がっとくか。こうします。飛車を働かせたいわけですよね。広瀬さん本当にすいません。てってれー、独裁スイッチ。飛車を排除させていただきます。飛車取られちゃうんですか。独裁スイッチ恐ろしいな。広瀬さん、はい、もう僕ガンガンいっちゃいますよ。お、馬を作りました。ピンチ、大ピンチです。僕のドラえもんが大ピンチに。でもこのゲームは普通の将棋じゃなくて秘密道具カードなので、はい、とっておきのカードを使いたいと思います。阿部コンベ、来た、持ってたか、ここでの阿部コンベ。ということは盤面が、はい、180度変わります。恐ろしい。こんなに劣勢なの私。いやもうこれ金1枚取られたら詰まされるもん。大逆転です。うわー、広瀬さん、あー辛い。広瀬さん、ほんまごめんなさい。タイム風呂敷、捨て札の秘密道具カードをもう一度使えるということで失礼します。阿部コンベいただいて、阿部コンベ、じゃあまた盤面が阿部コンベ返しです。返し、よっしゃ、気持ちいい。いいんですか。私は とっておきのカードを使いたいと思います。いきます。どこでもドア、ここに来て何を動かすかというと、うこの桂馬を、桂馬をここに置きます。大手。ヒルさん、すいません、普通にこれは、まあ、大手なんですけども、竜でタダで取らせていただきます。あ、そこでちょっと待ってください。実はもう1枚カードがあるんです。いきます。ヒラリマント、これで今取りに来た駒を横に出してください。うそ、したら次高橋さんの手番は終わって僕の番になります。ということは K で、こちらで桂馬で取れちゃいます。あー、完全にこれでも僕が、すごっ、なんか自分の手番じゃないのに取られる、これがあんのよね。いやー面白かったです。参りました。ありがとうございます。
ということで実際に遊んでみましたがいかがでしたでしょうか。今回のようにですね、まあ、駒の動かし方だけ知ってるよっていう将棋初心者の方でも十分勝てるチャンスがありますので、これから将棋をやってみようかなという方にもおすすめです。ドラえもん秘密道具将棋、ぜひ遊んでみてください。